先月、新型コロナウイルスに感染し集中治療室に入っていたデス・エンジェルのドラマー、ウィル・キャロルが回復し、今週初め、ラジオ番組を再開した。デス・エンジェル画像先週、ブラバーマス .net はキャロルが退院したと伝えていたが、バンドは月曜日、4月13日。Facebook を通じ、正式に彼の復帰について言及した。ギミーラジオ内のキャロルの番組、クールメタルジャケット、を同日、コーマ、昏睡状態、とタイトルを変え、放送するという。12日間、昏睡状態にあったキャロルは、このラジオ番組放送前に、デシベル、のインタビューに応じ、ヨーロッパツアー中、具合の悪い人が続出しており、自分はツアー終了数日前に感染したようだと話している。そして、3月中旬にアメリカに帰国した後、悪化したそうだ、家に戻り3日くらい経った時、婚約者から寝ている時苦しそうで、呼吸が困難なようだって言われた。それが、俺が覚えている最後のことだ。救急車で病院に搬送されたのは覚えていない。12日後に目覚めたら、チューブだらけで機械に囲まれていた、あの病院で、COVID-19 の昏睡状態から回復したのは俺が最初だったんだ。医師たちは大喜びしていた、という、まだ本調子ではないが、5月終わりには歩き回れるようになれると言われているそうだ。そして、まだ新型コロナウイルスを軽視している人たちへ、バカだ。これは普通のインフルエンザじゃない。本当に家にいて、指示に従わなくてはいけない。閉じこもるのは楽しくはないし、俺は、ビッグブラザー、のファンじゃないが、俺らはこれが感染拡大するのを防がなきゃならない。みんな、真剣に受け止める必要がある、と警報を発した。デス・エンジェルは、見つき始めから約1ヶ月、テスタメント、エクソダスとヨーロッパツアーを行い、彼ほか、テスタメントのフロントマン、チャック・ビリーと彼の妻、ベーシストのスティーブ・ディジョルジオ、クルーラも感染したことを明かしていた。アコー・スズキ・フォト・バイ・ステファニー・カブラル。